女優、橋本環奈、24、が19日、東京都内で行われたテレビ朝日系、世界水泳福岡2023、7月14から30日、の会見に出席した。橋本は同じ福岡出身のお笑いコンビ、博多華丸、大吉らと応援団に就任。スポーツ中継番組の応援団は初挑戦で、この日は東京五輪個人メドレーで2冠の大橋悠依、27、イコール糸満東進イコールら出場4選手と初対面、諦めないで頑張ってほしい、とエールを送った。福岡のアイドル時代。2000年に一人の美少女としてブレイクした橋本が、地元開催の世界水泳を盛り上げる、世界の頂点を目指す、という意味を込めて、タワーでは世界一の高さを誇る東京、押上の東京スカイツリー、634メートル、で開かれた会見。橋本は応援団就任を受け、嬉しいですね。地元ですし、水泳などスポーツは観戦すると熱くなります、と笑顔で喜んだ、世界水泳の愛称で親しまれる世界水泳選手権の日本開催は2001年の福岡大会以来、22年ぶり2度目。前回に続き福岡が熱戦の舞台だ。今回は約190カ国、地域から約2400人のトップ選手が集結する。この日は橋本より先に応援団就任が発表されていた同郷の博多華丸、大吉と登壇、小学生の頃から地元のテレビに出ていたスターです、と感激すると、博多大吉、52、は、選手からは博多華丸、大吉だけじゃ足りないという声が上がっていたので、肩の荷が降りた、とジョーク混じりに喜んで笑わせた。橋本の昇る。場で会見は華やかな雰囲気に、隣に座る入江陵介、33、イコール糸満東進イコールは8度目の世界水泳だが、ありがとうございます。と緊張気味に挨拶。大橋悠依も橋本を拍手で迎えると、橋本さんの応援で見てくださる方も増えるので、少しでもいい記録と順位を目指したい、と気合。を入れた、橋本は今回、スポーツ中継番組の応援団に初挑戦。世界水泳の PR の他に、熱戦の現場から中継に参加する予定だ。会見ではメインキャスターの松岡修造、55、からいきなり熱いコメントを求められ、環境が違う中でどれだけ戦えるかは私の仕事に通じるところがある。最高の泳ぎは自分を超えていくことだと思うので、諦めないで頑張ってほしいです、とエール。昨年の NHK 紅白歌合戦で初司会をこなすなど、さすがの対応力で、初仕事を乗り切っていた。